星名正光天命元年5月28日は、江戸時代後期の旗本、飯井の半死家文家の旗本、星名市第6代目当主、意味縄正光。通称は弁三郎、ベンサブロウ、劇。は、星名正友。実父は、戸田しつね。実母は、安倍聖房の娘。正室は、米倉正道の娘。実子は、星名正常、山口光院。 星名正幸、小出院金目。国高は、上野国群馬群、東ず群のうち2500国大垣藩主家、戸田氏文家の旗本より愛席である戸田しつの四、男として出生する。実父プの母は二代目飯野藩主の星名正氏家の娘であり、しつは、聖家の外孫にあたる。延長三年十二月五日に死去した、正友の末期養子として、旗本、 星名氏の家督を相続し、翌遠京を4年に、徳川家重に初お目見えを済ませる。法歴4年に、諸院番子となるが、法歴7年に、諸院番子を辞す。上野国の東郡と群馬郡に地業を持つ旗本、星名家は、東郡伊勢町に役所を置き、根岸家を代官として、年貢徴収を受け負わせていたが、法歴12年に、地業地の東郡赤坂村が、 伊勢町の根岸家による大官支配を拒否し、これに同じく、東郡の治療地である、岩井村、大塚村、青山村も同調した。このために、当時の大官であった、根岸智介が退任、根岸陣営門が大官に就任する一方、赤坂村、大塚村、青山村、岩井村は旗本、星名家へ年貢を直送することとなった。明和五年十一月三十日に、 長男の正擦に家督を譲って隠居し、天命元年に死去、去年57、墓所は麻布の天までら、法名は雲ばれ、ありがとうございます。